かなり分岐地から1902年1月27日は、大日本帝国陸軍の軍人、八甲田雪中航軍遭難事件において、青森府標第五連隊雪中航軍隊の主任中隊長であった人物として知られる。1869年5月6日生まれで、久保田藩領の動国秋田軍高野巣村出身、陸軍共同団卒業、1894年10月に、 特務総長に昇進し、日清戦争に従軍、一海へで、戦闘の後、1895年4月1日陸軍不評勝位に、昇進。その後、両党半島守備、台湾への出征を経て、1897年9月7日付で、台湾守備不評、第2連隊付から、青森不評第5連隊へ帰還。1897年10月25日陸軍不評注意に、 昇進。1901年5月22日に陸軍不評隊員に昇進し、不評第五連隊中隊長に補えされる。日露戦争に備えた、接中訓練の総指揮官を務めることとなり、1902年1月23日に接中航軍は出発する。だが、航軍隊は途中で遭難し、極限状態の中で精神に作乱をきたす者が出始めた。神聖隊員も、 例外ではなく、1月25日には、天は我々を見捨てたらしい。と叫び、この発言で、ここまで神性を信じてついてきた多くの兵士の士気が、下がり、倒れる者が続出した。生存者の一人である、小原忠三郎御長は後年、あの言葉は言ってほしくなかったと述べている。この発言は後に、新田次郎長、八甲田山氏の方向で引用され、映画、八甲田山では、 天は我々を見放したと表現され、この言葉は流行語となった。1月26日夜に同行していた後藤ふさのすけ長に対し自分を置いていくよう命令したと、後藤五長は生還を証言した。1月27日10時頃に青森市大滝平付近で後藤五長が発見されると、その後日から付近に上生隊員がいることが分かった。11時頃、 五島五町からわずか100メートル後方で発見されるが、すでに全身が凍りついており、帽子も手袋も身につけておらず、雪に首まで埋まっていたという、腕が凍りついており、救命のため施そうとした、着付け薬の注射の針が通らず、折れるほどであった。それでも口を開けて針を刺したところ一言何かを言ったとも言われる。だが、手当ての会なくそのまま再度昏睡し、二度と目覚めることは、 なかった。満三十二歳没。救援隊は、神生隊員をそこに置いて帰還し、29日に遺体を収容した。微目修霊な風貌であった。家族は、妻のほか、息子と娘と幼女が、数といた。官報第3574号。明治28年5月31日。官報第4258号。明治30年9月9日。 漢方第4297号、明治30年10月26日、漢方第5364号、明治34年5月23日、吹雪の三劇小笠原古種、漢方号外、明治29年6月11日、漢方第4341号、明治30年12月18日、漢方第5475号、 明治34年10月1日、官報第5713号、明治35年7月21日、ありがとうございます。